スターターの5人です。スターティング5、5番青木陽平さん、キャプテン中村が、まあ、いない間この人がチームをまとめているわけですもんね。そうですね、はい、準決勝もやっぱりしびれるところでスリーポイント決めましたからね。そうでした青木陽平5番です。矢沢樹6番シューティングガード、まあ、この人も積極的にシュートを打ってきます。それとリングに向かいますよね。そうですよね。そして8番のウバカーリアイエ、マリ共和国からの留学生、203センチ、2年生の中曽根宏186センチ、深田レオンも2年生、この人も非常にフィジカル強い選手です。運動能力高いですよ ね、はい、ね、そうですよね。今日はジョーンズ大学やるのが見応えあると思いますけどね。本当そうですよね、はい、さあ常田健コーチ、まあこの指導者コーチの皆さんも今日はね、やはり相当なる緊張感を持ってるね、一戦になります。角勇気アシスタントコーチ山口、こちらはアシスタント西村彩さん、そして宮原奈々さんがマネージャーです。さあ今度は赤いユニフォームが開志国際、さあキャプテンの4番の小池文也3年生、この人のシュートの確率が上がってくると得点が上がってくるというね。そうですね、はい、重要なところですよね。そうですよ。そして3年生の小栗昭俊、さあ和田蓮太郎は高さもあります、197センチ、昨日もねいいスリーポイント決めてましたから、そうですね。そして12番フォワードジョーンズ大が1年生なんですが、シュートタッチが非常にいいんで、彼をどう抑えるかというところがポイントですね。チーム大将は、そうですね、チラエルハシアサ、この人は202センチあります、3年生、まあ、ディフェンスで頑張る選手でもあります、うん。佐藤茂樹コーチ、コーチ角勇気アシスタントコーチです。マネージャー山岸修斗さんです。山岸修斗マネージャー、さあ赤い開志国際、白の中部大第一というゲームになります。さあ今日のゲーム、塚本さん、どんなこの見どころといいますかね、ポイントになるでしょうね。やっぱりディフェンスの部分がやっぱり、あの勝敗を分けると思うんですよ、昨日はね、やっぱりあの開志の方もインサイドかなり攻められたんですけど、うん、その辺のやっぱりところはやっぱりチームたち持ってるんで、まあ、最初の5分ぐらいはそこら辺をちょっと見ていきたいですね、うん、ね。さあティップオフです、決勝戦、開志国際がボールを持って上がっていきます。小池、さあジョーンズ対がボールを持って、朝ディアイがマッチアップ決めてきました。はい、しかもここはファウルをもらっています。まあ、センター同士のマッチアップというのも一つ注目になってきますね。まあ、ここの位置を取れるか取れないかというのも勝敗をねやっぱり決めるところの、うん、まあ、ポイントではありますよね。そうですね、バスケットカウント一歩決めてきました。アーサンが決めて、まずは開志国際いいスタートを切っています。さあこの後中部大第一、ただ中曽根から中に入ってアーサン、アーサンが打てるか、アーサンのシュートはフックはどうか決まらない、リバウンド右への、今はシュートは決まりませんでした。アサンがボールを持って、その後のこのシュートのスリーポイント決めてきました。先手を開志が取りましたね。今小池くんね、はい、今5番ですか、小栗ですね、小栗昭俊、このスリーポイントもね決まりだすと止まらない選手ではあるんですが、入り合いへ深田、さあ中ぐらい第一、青木がボールを運んでいきます。そして中曽根、中曽根がシュート打てない、ファウルですね、ここはファウルをもらいました。まあ、あのジョンズ大が昨日のゲームを4つファウルして、ね、はい、ファウルの方は、ね、ディフェンスのところのファウルというのは多いんでね、ここは1対1仕掛けていくというのは重要かもしれませんね、はい、まだジョーンズは、ね、1年生という
若いプレーヤーでもあります。さてここは中部大第1ボールです。ディアイエ、さあここボール持っていきます。矢沢パスを出していくディアイエ、矢沢はこの位置からのシュートはどうか。これは短い。矢沢いつき、まあ、中部大第一の方はキャプテン中村選手が U18 アジア選手権に参加ということもありましたね。そうですね、はい、まあ、全体的にいない中で決勝まで来たというのはすごい評価なんですよ。さあこういうやっぱり大事なゲームという時には本当ね、頼りになるプレイヤーがいてほしいんですけど、どのように自分たちで克服するかでしょうね。マダレン太郎からさあアサンがボールを中に入れてきてジョーンズ、あーっとバドボールを失いました。さあここでボールを運んでいく中曽根、中曽根はここからさあディアイエ、さあ朝が立ちはだかってこのシュートはどうか。決まらない。リバウンド、北田がボールを取ります。北田から矢沢がボールをもらっています。中部大第一ファールですね。ファールをもらっています。4番の小池、昨日もあの、はい、常田ヘッドコーチにこの解説席に来ていただいて話した時も、やっぱりあの、まあ、簡単にシュートを打つんだってリングに向かいなさいということは言ってますからね、はい、それは、まあ、実践してますよね選手はたちは ね、 ね、ちょっとそれが硬さにもつながってるんですけども、はいはい、今ファールになってるんでこの辺はいいんじゃないですかね、はい、中曽根のシュートはどうか。どうかですね、はい、ブロックして小栗がボールを取っています。小栗がボールを運んでいく。さあジョーンズ、ジョーンズのこの3はどうか。決まらない。リバウンド、矢沢ボールを取ります。中部大第一、矢沢のドリブルでこの位置からシュート、リバウンド、ちょっと硬いですね、はい、そうですね、アーサンがボールを取ったリバウンドです。ジョーンズからそこはボール、小栗、小栗から中に和田、197cm、 外に振って小栗から小池が、さあここはどう攻めていきますか。残り10秒です。クロックショット、この位置から小栗のスリーポイントはどうか。さあここは中部大第一、ディアイエボールを取っています。どういう形でもいいから中部大一はちょっと得点みたいですね、まあ、落ち着かせるために、はい、まだ少なのがありません。ディアイエ、ここもアサンがマークに入る。さあここはどうかな。そうですよね、ここがやっぱりインサイドバーがやっぱり攻められないっていうところありますね、これね、はい、小池のこのシュートはどうか。決まった。難しいところですね、ベンチとしてはね、始まったばっかりなんで、タイムアウトを取って切るというのもあるんですけど、まもなくこの第1クォーター開始3分30秒です。中曽根、早くスコアが欲しい。ここでどうか。これもリングに嫌われましたが、北田がボールを取ります。中部大第一、これはどうか。これからおしゃれ、これは取りました。うわー、まだリバウンド、押すんだ。これはなんとも中曽根ですね、最後は中曽根。中曽根の手に触れてそれを押し込んでいます。これでちょっと落ち着いてくれるんじゃないですかね、はい、8対2、6点差。小池からジョーンズ、アサンがボールを持っています。ディアイエ、このアサンのシュートはどうか。さあリバウンド、サボのボーカー、ディアイエ、中曽根がボールを運んでいく。中曽根からディアイエ、ディアイエとアサン、ここでフックのシュートはどうか。決まらない。リバウンド、こちらはどうか。開始国際ボールです。ここで早くも伊藤君入れてきましたね、はい、10番のこの井戸光国、まあ、10番ではあるんですが、はい、この人が途中から入ってこの、ゲームの流れを変えるというのもありますよね。そうですね、あの一番最初の春先というのは、はい、もう本当に中村君がいないと分かってたんで、スタートへね、はいはい、行ったんですけども、はい、それも自分の持ち場をした方がいいというね、はい、その常田ヘッドコーチの考えの中でもう一回戻りましたよね、はい、それが昨日すごくいいところでね、決まりましたね、まあ、今大会機能していますが、ジョーンズのシュート、リバウンド押し込んで、さあこの後のボール、ディアイエボールを取った。さあ井戸がボールを運んでいます。井戸から北田、中曽根、さあボールを回していく。矢沢に代わってこの10番の井戸が今コートに入ってきています。このシュートはどうかな。決まった。井戸が決めてきた。やっぱりあの流れを変えるプレーヤーかもしれませんね、井戸はね、はい、
昨日もあの劣勢の中でこの人のシュート決まってたことがね、やっぱり近づいてて、相手プレッシャーをかけましたから、和田のシュートは3ポイント、リバウンド中曽根がボールを取ります。チーム内第一、中曽根がボールを持ち込んでいってのシュート、ここはブロック、小栗がボールを持って運んでいく、パスを取って和田蓮太郎のシュート、和田が決めてきました。10得点、10対今は4になっています。このシュートはどうか、リバウンド浅がボールを取りました。開志国際です。小池、小栗を持っていきますが、ここはしかしファウルがあって、はい、ディフェンス側のファウルです。クリバリに変えますね、はい。さあここで NBA へ下がって、中村第一はこの15番のクリバリを入れてきました。205センチ、まあ、この人もマリからの留学生、そして一方のこの開志国際も14番のユセフが入ってきます。これはまあ相性なんですかね、はい、見てね、はい、こうすぐ変えましたからね、トカシヘッドコーチもね、そうですね、はい、そのユセフがボールを持っていますが、ユセフが準決勝で1人30得点をマーク。さあここ持っていった、さあどうか、しかし巻き込みでファウルですか。僕この1回の攻防だけを見るんであれば、多分ですね、あの首張りのディフェンスがあんまり良くないと、トカシヘッドコーチ、はい、ビデオで見てるんじゃないですかね、ですから今行った瞬間簡単に抜かれましたね。なるほど、そこら辺に対するストレスをかけようということですぐ変えたんですね、これね、はい、サイドがボールを持っています。中部台第一、塚田、また矢沢が入ってきています。さあ矢沢持ち込んでシュート、これが矢沢君の良さですからね、このドライブがね、今もいい形ドライブ切れ込んでいきました。矢沢一輝、ユセフから小池がボールを持っています。開志国際、さあ小池もドライブシュートを打ってくる、どうか、決まった、キャプテン小池フリア決めてきました。チーム第一、ただ色はボールをもらいに来ました。ここで持っていってクリバリーシュート、クリバリもオフェンスが強いんで、ここら辺はまあどう抑えるかですね、お互いね、そうですね、さあここが開志国際、小池、ここで小栗、ファウルですね、はい、ここは中部大第一にファウルがありました。常田コーチが大きな声を出します。さて開志国際11番の板澤が入ってきます。まあ富樫コーチは板澤のことを6番目のエースという表現をされますね、はい。さあ小池がボールを持って、小池のシュート、このレンジから打ってきます。あの辺のレンジはちょっと入りそうですね、そうですね、非常にいいタッチでした。まあ、小池大栗にやっぱりフックをかけてくるんで、この辺のディフェンスをどうするかですね、さあここから持っていってのシュート、ブロック、ブロックした、開始国際、さあ早い仕掛け、小池、大栗、この位置にユセフがシュートはどうか、決まらない。さあここボール取った、塚田、塚田がボールを取って、中部大第一、矢沢から、さあクリバリ、あーっと、これはファウルですね、ファウルです、ユセフがこれ2つ目ですから、そ、ね、はい、そのユセフを眺めるのはキャプテン小池。さあそのユセフに代わってアサンが入ってきます。開志国際です。さあこの開志国際がこの第1クォーターファウル4つになっています。さあここで矢沢から深田、ここはしっかりついていきたい中部大第一、矢沢がそのドライブ、ここはしかしこの位置からシュートを打ってくる、リバウンド開志国際に入ります。
ここはあー、攻撃のスピードブロック、飛ばないでブロック。